でお願いいたします。ありがとうございます。ただいま終了しましたベスト8戦の、4人の勝ち上がりと、本当はベスト8の時点でトーナメント表があったんですけども、打ち込みがちょっと間に合わなかったため、先に対戦を優先させていただきましたので、今更ではございますがトーナメント表の発表で、ベスト4の対戦結果の、発表も同時に変えさせていただきたいと思います。皆さんご存知と思います、ベスト4の通過者とその次の対戦相手をこれから発表いたしますので、よろしいでしょうか。もう皆さん盛り上がりすぎてもう全然あれですけど、じゃあまあ参りましょうか。参りますね。家庭始めます。いきましょう。スリーツーワンのあれでいきますね。参ります。スリーツーワン。おお、はい、まあ勝った人は知ってるんで今おおってはならないですけれども、向かって左側から試合開始となります。雄大 JP VS シャロン、B 側のグループでは参加者みかん VS DDR 工事。いやー来てしまいましたね、ついに。ああ、そうなんですか。西と東、まあそうですね、私の知り得る限りは、まあ京都、岐阜で、川崎だから神奈川。小池さんは何なんだ、東京なんですか。東京。さあ関東ブロック対関西ブロック、まあ、まさに何ですか、日本国家代表選抜戦と言えるのではないでしょうか。はい、さあそれでは、セミファイナルより2曲の、使用します。それがダブルの21から23です。ここからが大事です。皆様ご協力をお願いします。曲の抽選を行います。やかましい。やるぞやるぞ、いきますよ。参りましょう。いや、やっぱりフラグって大事ですね。なんかやっぱり言っちゃうとなんか立っちゃうんでしょうね。さあサクサク参りましょう。準決勝使用の2曲目お願いいたします。3、2、1。これなんか結構がなんかやばい。一言で言うとどういうやばさよ。24点当たりがある。なんかよくわかんないけど、まあやばいらしいです。でもまあ正直言いますよ、まあここに来てる半分以上の方はまあどうせ決めるじゃないですか、20ぐらい。ちょっとよくわかんないがかしたら、さっきのフォローミーぐらいから全部一緒ですからね、マジで。これで両方23。あ、そうか、21から23なのにどっちも23を引いてしまった。なるほどね。いや、さすがは日本国家代表選抜戦と言えますでしょうか。メンタル内のバスでしょ。それではファーストステージセミファイナルの第1ラウンド、用意はよろしいでしょうか。はい、多分 A から踏むんでしょうね。キムさん、踏む順番についてはアルファベットなんでしょうか、それとも もしかする A と C と、ダブルなので一人ずつ踏むんですけど、 A から踏む。A と C ビートで、では A の方から先踏みということになりますね。なんかここら辺から後で意気込み聞くのちょっと悪いなと思って、先に、いや集中してるから悪いな、やっぱり後に聞こうかな。は
あ、23レベルともなるともう曲の数がだいぶ少なくなってきますね。ハードコア・オブ・ザ・ドース、どういう意味なんですかね、ハードコア・オブ・ザ・ドースって。なんかの北なんでしょうか。社会主義、社会主義、社会主義、もう皆さん分かってると思いますが、ここからもうあの踏むだけでもう偉い、もう踏むだけで本当にしんどい世界、勝ち負け関係なくですね、あの全ての選手を本当に応援していただきたいと思います。心の準備はよろしいでしょうか。さあ精一杯のエールで送り出してまいりましょう。準決勝まいります。声制限してたとかあると思います。でもここから先勝ち抜いていく人たちはインドネシアのショッピングモールの中で大歓声の中やらなければいけないので、この程度では全然本人たちのプレッシャーにはなりませんから、もう繋いだらうわー来て切ったらあーって言ってどんどん一体感出していきましょうね。さあ沸かせておくれよシャロン君、参りましょう。3、2、1。
喋る余裕が少しあるんでしょう。あのね、やめろ死にたくないってあのどことの漫画のセリフをね叫びたかった思いは皆さんに届きました。ありがとうございました。さあ続いての、はい、そうなります、 B の美学ですね。曲がよくわかんない、あれ大丈夫やだ、メンタルライダー知らんなこれ知らんなとか言ったらやばいんだけどさ、今日知る俺は。多分足が追いつかない足が追いつかない。でもなんか素人の意見言って120から140だから遅いしちょろいんじゃないごめん、オプション OK?OK、 無意識で声きついでしょ。いやね、応援してくれるよな、いいと思うよっしゃ参りましょう。3、2、1、パー。大変だったね大変だったね、なんかすごいアピールしてたけど大丈夫だった。はい、ちょっと喋りましょうか、どうぞ。全然ダメだっていや全然ダメって言っても喋れない。すごい23だからきついと思うんだけどきついそして B 判定となってしまいましたが、ここでダイナプル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 してますけど、おまた頑張れ。でもそのコージピーさんがね、もしもこう辛くて辛くて歩みをその止めそうになった時、僕たちがみんなで、ね、頑張れ大場さん頑張れって言ってくれるからね、だから絶対足止めないでくれ最後まで応援し続けましょう。なんかちょっとうちはネタ使っちゃったんですけど、お馬さん頑張れで Google を検索するといいかもしれません。さあでは、応援のコールをよろしくお願いいたします。参りましょう。3、2、1、パー。
皆さんの思いはきっと届きましたよ。頑張れ、ナイス、ナイスコールでした。さあ、ちょっと喋るあれもないと思いますが、ありがとうございました。普段みかん君とは同じホームで組んでて、彼がすごい頑張ってるところを見れるんで、まあ予想通りの結果になった感じですありがとうございます。スポーツマンというものは最後まで、ね、スポーツマンシップに乗っ取っているものでございます。本当に大きな拍手をお願いいたします。さあ、これでスピードは出揃いました。あとはフリースタイルを、決勝というんでしょうか。そうですね、決勝ですね。フリースタイルの決勝を残すのみとなります。少しプログラムに余裕がございますので、10分間の多分なるって聞いた。だって聞いて、大変なんだってこれ踏むの。俺よく知らんけどさ、だからちょっと休む時間を10分間あげてください。でフリースタイルの方は休憩明けと同時に開始しますので、休憩の終わりを待たずにこちらに集合してください。でお手洗いある人、フリースタイルの出場者っぽい人あったらちょっと声かけて優先してあげてください。はい、以上になります。また10分後に会いましょう。